はい、どうも、皆さん、こんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、シリーズ、ユニスワップ、同時ーーコイン、今日は6通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の10月の27日、木曜日、今が17時46分を回ったところです。え、今日の仮想通貨市場、昨日に引き続いて、まあ、全面的にですね、伸びてきていますが、ビットコイン、短期的なところを見ると、まあ、少しね、落ち着いたかなっていう印象も持ちますよね。今日に関しては、ビットコインがですね、まあ、底打ちしたんじゃないかっていう海外ニュースたくさん出ています。なので、そのあたり、僕もいつも見ている、まあデータリー データががあるんですすけどそれもちょっととね今日はご紹介しながら見ていいいきたいと思います一方で、まあ、これまでアメリカの株式市場とずっと連動してきたわけですけど、じゃあアメリカの経済が今めちゃめちゃこう、えー、先行きが明るいかって言われると、別に走行はですね、あんまり改善されてないわけですよね。まあそういったところ両面見ながら、えー、今後の動向をですね、探っていきたいなというふうに思っています。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして総分析と戦略構築をやっております。えー、毎日見ていただければ、その日の情報がタイムリーに入手できるし、テクニカル分析も学びにつながると思いますので、ぜひポチッ チャンネル登録をよろししくお願いいたしますそれから1点だけお知らせで僕がやっているトレードスクールグローウ,ウェイズですね今日からいよいよ募集を開始しますまたあの日曜日までですね募集ページを開けさせていただきます、まあ、そのまま少しね復調傾向になってきているということで来年に向けて、まあ、短期トレードですねここしっかり身につけたい方はぜひねチェックしていただければと思いますこの後1分ぐらい紹介動画流させていただきますのでもし興味のある方は見てくださいそれではトレードスクールグローウ,ウェイズどうぞグローウ,ウェイズでは4つの柱で体系的に 学んででいくことができますまずは動画コンテンツ、マインドメンタルから基礎用語、トレード手法においては5分足トレードから4時間足トレードまで、チャートの設定からエントリー場面まで、え丁寧に学んでいくことができます。それからマイページに入れば、自分がどのコンテンツを学んだかっていうのが一目でわかるようになっておりまして、学習管理も簡単にすることができます。それから2つ目、毎週開催されるライブ講義では、え過去のライブ講義すべて見ることができます。それからライブ飲み会、ズーム飲み会、そしてゲスト講演まで、楽しく学びが継続できる環境が整っています。3番目、ディスコードコミュニティ、 ディココーミミュュニニテでででは様々なチャンンネルがが用意されてていまましてこここ気軽に講師陣や仲間ととケーションを取ることができます最近ではボット機能が追加されておりまして仮想通貨のリアルタイムの相場状況だったりとかあとは最新のですねクリプトニュースいろんなサイトに飛ばずここだけでですね完結することができます最後はリアル懇親会不定期で各地を回りオンラインだけでなくえー、オフラインでも皆さんとコミュニケーションをとって意見交換だったり交流を図ることができます g ロ o w w a s が大事にするところとしては安心して学べること楽しく学べることこの二つにより 学びを継続させる環境を作っているこれがトレードスクールグローウェイズにおいて一番大事にするポイントですスキルアップして自分で稼ぐ力を身につけたい方ぜひ以下の概要欄からチェックして一緒に学んでいきましょう はい。まあ、グロウェイズの限定の、えー、コミュニティの中ではですね、えー、直近で投資対決も始めようとしていますし、あとは僕が毎朝ね、朝分析をやっていたりとか、えー、それからグラスノードの分析があったりとか、クリプトニュースが発信されたりとか、経済動向が発信されたりとか、情報を受け取るだけではなく、講師の人へのですね、質問とか、えー、そういったことも可能になっています。特にもうボットとかもですね、ありまして、最新のニュースが上がれば、ボットが呟いてくれるという風なシステムも導入しています。実際トレードのね、えー、やり取りの場面でもこんな感じで、えー、結構頻繁にですね、 やり取りしていますので、まあ、トレーダーの方もですね、一人じゃなく、まあ、みんなで楽しみながらね、学べるような環境が整っていますので、もし興味のある方は、えー、ぜひ概要欄チェックいただければと思います。え、今日の仮想通貨市場は、まあ、今のところちょっと横ばいで、若干こう抵抗されたかなということですね。まあ、それでもビットコイン300万超えてますし、イーサは22万7000。えー、非常にまあ、上昇のまま止まっていると、まあ、そういうふうな印象ですね。え、その中で今日同時コインが20%以上上げています。このあたりのニュースもしっかり見ていきたいと思います。で、今はまあ、仮想通貨市場としては結構強くね、え昨日の夜も強く動い きてきたんですけど、じゃあ株式市場もそうなのかと言われると、ちょっと違う傾向なんですね。えー、今日の日経平均は27,345円ということで0.32%ダウンしました、えー。この影響はアメリカの株式市場が下げたからなんですね。えー、昨日まあ、ダウとかはほとんどね横ばいだったんですけど、ナスダック2%以上下がりました。この要因としては今日の朝分析でも書いたんですが、決算発表で企業が公表するまあ、業績見通しがあまり冴えなかったっていうことですね。えー、世界的な景気減速の懸念が高まったっていうこと、まあ、このあたりが影響したという。 じゃあ、この中、仮想通貨市場はなぜ下げなかったのかということなんですが、やっぱり大きかったのはドルインデックスですね。えー、ドルインデックスがまたずっとですね、下落を強めていまして、109までね、えー、今落ちているという状況です。それからアメリカの長期金利がめちゃめちゃ下がっています。これ直近5日間のデータをちょっと示していくと、えー、ここですね、ドルインデックスもまあめっちゃ下がっているし、えー、この辺ですね、特にまあ10年債利回りなんかもまあ4ぐらいのところまで落ちてきましたので、えー、こういったところが、やっぱり仮想通貨市場のですね、上昇の要因に の一つに、ね、なっはい、そんな中、今日の経済指標発表はめちゃめちゃ重要なものがまたありますね。アメリカの GDP です。7月から9月期ですね。ここまで2期連続でマイナスパーセントになっています。今回は2.4%上昇ということで、経済が結構ね、しっかりしているというデータが出るというふうに言われています。で、そんな中、明日ですね、えー、重要な経済指標は PC コアデフレーター、インフレ動向を見るもう最重要のね、指標と言われていますけども、これも発表されてくるわけですね。直近では FRB が 金融規制をちょっと緩めるんじゃないかっていう憶測から、えー、こう期待上げみたいな感じでリスクオンムードに少し変わっていきましたよね。ただアメリカの経済というのはまあさっきのね企業業績も良くないしインフレがどんどん低下しているような状況も全く見れてない状況なんですね。その中で FRB に関してはまあ難しいこう舵取りをしないといけないわけですね。資料の関係者の中でも今この状況で高ハ姿勢を弱めてくると表明するのは非常に難しいとい,ということを言っています。だからといって過度にハト派的な姿勢を 示すすわわけけにもいいかないわけですよ、ね、その中で株式市場全体的に重い中で反発の要因を探してなんとか上げてきてでそこで、えー、FRB がまた積極的な姿勢をし、えー、示して下げてっていうのを直近にはずっと繰り返しているわけですねそのあたり FRB もバランスを見ながら発言とかしているんじゃないかなと思うんですがま嫌、あ、なシナリオとしては今回の GDP がちゃんとね、えー、堅実な数値が出て明日の PC コアデフレーターが全然低下傾向を見せないだから利上げをちゃんとやらないといけない経済も別に大丈夫だしみたいなことになればまた以前のようなですね、えー リスクオフムードに変わる可能性ももちろん考えておかないといけないので本当に今日明日の経済指標はねしっかり注目しておかないといけないかなという風に思っていますはいじゃあここから仮想通貨関連のニュース今日はコインポストから見ていきたいと思いますまあ、仮想通貨市場全体的に上げてますよということなんですが今日同時コインが大幅高になっているわけですねでこの要因に関しては、えー、イーロンマスクさんがですねツイッターを買収するもうそろそろ完了するんじゃないかっていうところで、えー、上げているということですねはいツイッター社の買収交渉が最終局面に突入したとの観測 受けてて、えー、同同のの支持すするる、えー、時コインにいいが集まったものとととられているということですね、まあ、なんでこんな観測が広かったかというところで海外のニュース見ていくと、えー、イーロン・マスクさんがですねツイッター本社を訪問したそうなんですねその直後、えー、同時コインは22%急騰したということです、えー、これもイーロン・マスクさんがですね、えー、とツイッター社の本社に来ましたみたいなツイッターを上げたらしいんですよねツイート、えー、それで一気に爆上げしたということで結局、まあ、イーロンさんが、まあ、あの価格を上昇させたと言っても過言じゃないんじゃないかなという ふうにに思ってています同時関してはねここかかから本格的に反発できるかどうかってい、うとこころものの後のテクニカルで、しっっかり見てていいいきたいと思っています、はい、で目先では、ま、同時コインに限らず、仮想通貨市場が堅調な動き、特にアルドコインですけれどもね、その中でビットコイン、ここから本格的にえ、底打ちして反転していくのかっていう、ま、あ底打ち議論ですよね。え、これがまた、え、再燃しているわけなんですけれども、今日の海外ニュース、たくさんですね、その底打ち関連のニュースが出ています。結構面白いね、根拠データを示して言っているので、これもちょっとね、え見ていきたいと思うんですが、えビットコインの価格 はそここを打ち新たな強気相場の準備が整っていいるということうで、仮想通貨トトレーダーダのトップがですね語ったということなんでですねでこのカレオさんっていう方、この方はですね、価格を逆にした、反転させたチャートを用いてですね、えー、ここから上昇相場来るんじゃないかということを言っています。なので、反転させているので、上下逆なんですね。なので、これ2017年の末、ビットコインがオールタイムハイつけて、そこからガーッと下がっていってで、最終的に2019年の手前でガコンと下がったっていうことありましたよね。でこれを2021 1>, 1年の、まあ、オールタイイムハとと見比べるるるめちゃくちゃちゃくっっ似ているよっていいようことを言っているんで、すね、はい、で2018年のこの後半にもガクッと下がって、それで底打ちが確認されてからの、えー、上昇相場になっていったということなんですが、えー、これ見ていくと確かによく似ているんですね。で、大体この底打ちの期間、アキュメーションに関しても結構まあ似ていると。なので、2018年のね、えー、相場が再来するのであれば、えー、ここが底としてですね、えー、ずっとこのまま上昇していくっていう可能性があるんじゃないかというふうに言っています。まあ、本格的なこのブルーマーケットに関して まあこの表でいくと2023年に入ってからっていう感じにはなっていますが、まあ、いずれにしろこそこに関してはですねこの辺りがまあ一つ鍵になってくるんじゃないかというとことを言っています、はい、でもう一つ別のチャートでは、まあ、ビットコインのこれまでの歴史をずっと見ているんですけれどもビットコインの供給カーブっていうのがありましてこの供給カーブにずーっと乗っかってサポートされているっていう実績が、えー、これまで、まあ、あるわけですねで今の下落相場においてももうこの供給カーブの下ギリギリ、まあ、サポートこれまで、ね、されてきたラインまで下がっているわけですねでそれ と,いうところかか、まあ、ここかららすするるるととととここここ過去の例をを見ると上ががっってていいいいく可能性が十分あるんじゃなう言まれはちょっとテクニカル的なところも、ね、含めたお話にはなっているんですけど、えー、別のニュースではですねビットコインの実現価格を用いて分析している方もいますクリプトポテトのニュースなんですけれども、えー、実現価格っていうのはですねオンチェーンのデータをこう合わせてきて、まあ、計算して出したビットコインの平均購入価格なんですねでそれがなんとですね平均購入価格今2万1000ドルぐらいらしいんですよねこれが そのデータなんですけどこの黒がプライスですね。で、この紫色のところがリアライズドプライスということで実現価格なんですけど、まあ、その、ほぼね、今、えー、ビットコインのプライスとこの実現価格が一致するような状況になっているということですね。なので、まあ、平均購入価格がここだということは、えー、市場のトレーダーはみんなね、えー、プラスでもないし、マイナスでもないしっていう状況がまあ、続いていると。まあ、何かしらのターニングポイントになる可能性があるっていうことを言っています。確かに直近の相場見ると、えー、この紫色のところでまあサポートされたり、レジスタンされたりっていうね、動、え、き、ー 動ききが見るることとはできるのかなと思います、まあいずれにしてもやっぱりここをですねぶち抜いていけば新規のロングも入ってくるだろうしまあ利益を伸ばす方向に、ね、なってくる可能性がありますのでまあ、強気に反転する可能性があるというところでここも一つ注目なんじゃないかなということを言っていますそれからまたこれとは別で僕が注目していたまあ以前から見てくださってる方は分かると思うんですけど、えー、この PI サイクルトップインジケーターっていうね、えー、指標がありましてこれ111日移動平均線このオレンジ色ですねそれから350日 ×2 の移動平均線 平均線これを見ていくと過去のオールタイムハイこの2つがですね、えー、くっつくときにオールタイムハイを迎えているんですねこれ過去の確率でいくと100%なんですね、えーまあ、非常に面白いチャートにはなっているんですけど僕が注目しているのはこの111日移動平均線このオレンジ色のところですねこれ見ていくと価格がですねここにレジスタンスされたり、えーとまあ、サポートされたり非常によく、ね、相性がいいということが分かると思うんですねで過去の相場を見ていくと弱気相場からこの1 1 1日移動平均線を抜いたと ことことこことがねね過去何回も見て取れるんです、ねえー、こことか、あと、ここもそうですね。えー、それから、ここもそうですよね。それから、ちょっと切れてますけど、この、えー、2012年もそうですよね。抜けたら、サポート側に回って上昇していくっていう風な動きが過去続いているんですね。そのあたりからいくと、やっぱりここをですね、抜いていけば、オレンジ色と緑がね、こう、収縮するような動き方に変わっていく。まあ、これがね、こう、収縮したり、拡散したりしながら、オールタイムハイをつけているんですけど、その収縮側にね、動いてくる可能性があるんじゃないかと。 そのきっかけが、この111日移動平均線を抜けたところになる可能性もあるので、こちらともね、ちょっと参考にしたいなとは思っています。じゃあ最後にですね、えっ、ー、と、ビットコインの板の状況を確認していきたいと思うんですが、これまで非常に大きな板が確認されていましたが、それちょっとね、えー、ボリュームは一旦下がったかなというふうな感じです。で、えー、意識されている欄に関しては昨日と同じですね。買い板に関しては2万ドル付近。で、売り板に関しては2万1500ドル付近が意識されているよということですね。ちょっとここでね、注目したいところがあって、 この22,800っていう謎のところで、えー、結構大きなですね、売り板が入ってるんですね。えー、これを踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい。じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。今のビットコイン2653ドルということで、まあ若干ですね、抵抗されているような感じにもなってきましたね。やはりまあ2500のところのラインも意識されているし、冷やしレベ,レベルで100日移動平均線が重なっていますよね。まあこの辺りで一旦ね、小休しっていう風な感じじゃないかなと思っています。えー、ただかまあここまでね、 持ち上げた力っていうのはすごいですのでここから戻った相場はここのサポートラインだったりとか20日50日の移動平均線の、えー、まあ、支えを受けてですねサポートされる可能性っていうのは十分あるんじゃないかなと思いますそして4時間足レベルで見ても密集していた MA がですね拡散していくまあ、そして上向きでサポートされる側に回っていくっていう風な状況ですよねまあ、このボックス相場が意識されていた中で移動平均線が密集でそれの価格をですね上に置いていた状況から上に抜けたっていうことなので結構まあ信頼感は高くテクニカル的にはね 強いいいいい状況が示唆されててるんじゃないかなかう,うに思っていますでちょっと視線を広げて、周足レベルで見ていくと、今、真っ赤で見るとですね、ゴールデンクロスは完成して上向きに変わっていて、アレさえもまあ上,向き上向きになっているんですね。なので、まあ、あの少しずつですね、いい感じになってきているのは間違いないと。でそれから周足レベルで見たときに、このダブルボトム、綺麗な形でね、作られているんですけど、過去のその大底に関してもですね、やっぱりダブルボトムやトリプルボトム、まあ、逆三損ですよね。そういったところが意識されてからの反転していくっていうふうな 動きがあります、まあ、2018年の大底をつけた時も週足レベルのダブルボトムからの上昇でしたし、えー、その1個前のサイクルでいくと、えー、2015年付近ですかねここに関しては、まあ、逆三損というよりもトリプルボトムのような形で下落相場の底を打ってそこから反転していったということがありますなので今の雰囲気見ると、まあ、過去のねそれと比べても、まあ、同じような、ね、傾向になっているということで、まあ、少しね、えー、こう期待感が持たれるような状況になってきてるんじゃないかなと思っていますただ冒頭にも申し上げた通りアメリカの株 株式市場は、えー、まだまだこう先行き見通せない状況って全然続いているわけですねなので最悪のシナリオを考えておくとこれが騙しに終わった可能性っていうことですよねでこういうパターンで、えー、その騙しが起きるパターンっていうのは、まあ、本当に上げ前水準まで下がってきてしまうっていうことが一つのポイントなわけですよね、えー、普通であれば抜けて戻してサポートされて、まあ、上昇トレンド開始っていうことになるわけですけど上げ前水準までもし下がった場合はこれは超気をつけないといけないですねこのまま一気に逆にトレンドを切っていく可能性ももちろんあるので え、その上げ前数準というと、19,300ぐらいですかね。そのあたりまで戻った際は、ちょっとここは警戒するとえいうことは意識しておいた方がいいんじゃないかなと思っています。はい、続きましてイーサー見ていくと、今のイー s a 1 5 4 8ということで、まあ、ほぼビットコインのね、本当によく似たようなチャートになっているわけですけど、まあ、基本的な考察としては同じです。で、イーサーに関してはこの1,590からえ上が1,730、このあたりの抵抗ラインがですね、非常に機能しているということは昨日もお伝えしたかなと思います。まあ、そんな中でも、冷やしでこの移動平均線3本、20、50、100 抜いて、えー、そこからですね一旦抵抗、まあ、戻したとしても、えー、ここサポートされて上昇していく可能性っていうのは非常に高いと思っていますはいであれさえ見ると,、えー、と直近ですね反転されているのが大体82とか、まあ、80ぐらいなんですねまだ上げしろはあるんですけどただ直近に目を移すと、まあ、大体70ぐらいで反転されているんですね、まあ、そこからすると一旦こう反転してで移動平均線まだねこう200円目があったりとかで下からもこう迫ってきたりとかっていうことで一旦この移動平均線の中でもみ合いながらそこが第5 時に変わっっってててていいいいくうのがが今僕が考えている予想となっています特にこの辺りでショートを狙っている人たちもしくは下からロングに入ってきた人たちっていうのは一旦の利確ポイントそしてショートに入るポイントになってくる可能性が非常に高いかなと思ってますので一旦の調整には気をつけておきたいところかなと思います、えー、と続きまして XRP に関しては、まあ、ここのサポートライン 20MA、50MA 20 50とのゴールデンクロスでしっかりサポートされて、まあ、上昇していると、まあ、この傾向からいくと、まあ、20MA を抜けるかどうかですね昨日も言った47,000 抜けるかどうかっていうのは、一つのターニングポイントですけど、まあ、抜ければ五十五セントまで一気に急上昇するっていう可能性は十分あるんじゃないかなと思います。まあ、引き続き、ちょっとね、あの安心感を持って見れるようなチャートじゃないかな、っていうふうには思っております。えー、続きまして、チリーズ、これが強いですね。きっちりこの二百円目にサポートされて、あとは百円目と二十円目をしっかり超えてきたと。と、意識されていた。ここのラインですね。これが十八セント、十八点、八セントのラインもしっかり抜けてきたということで、これ、引き続き強い傾向が続くんじゃないかなと見ています。えーあれ 見てもまあ50回復しますし マックリー見てもゴールデンクロスですよね、出来高も少しずつ上がってきてるということで、傾向としては非常にいいんじゃないかなということですね。チリーズに関しては、引き続き上にですね23セントから27セント付近に結構大きなですねレンジが控えてますので、まあ、逆に言うと、これすごい出来高ですよね。この辺りまではまあ上昇してくる可能性十分ねあるんじゃないかなというふうに見ております。それからユニスアップ、これもね強くなってきましたね。冷やしレベルで完全に MA が密集していたんですけど、それを今抜けようとしています。まあ、大きな目線で見るとこういういい持ち合いの方 形を作っているんですけどまあその三角持ち合いの終焉ポイントで移動平均線密集しているともう動きは近いってことですねその最後の局面で価格が移動平均線の上にいるか下にいるかここが非常に重要なポイントになってくると思いますえ、直近ではここ抵抗されているラインがね、6.9ドルということで結構重要なラインがね、ここ引けるんですよねでも今のところちゃんと安値も切り上げていって RSI や MAC-D 見ても良好ですのでで出来高も上がってきているとなのでこのまま行くと7.58抜けて三角持ち合いを上にブレイクする可能性は結構高い 高いいいんじゃないかなかと思っています、えー、と最後では同時コインなんですけど、まあ、直近で大きく、ね、上昇したわけですけどまずは、えー、ここの、えー、と7セントから8セント付近ここ結構ね、えー、抵抗体として過去も機能しているんですねこれを抜けるかどうか特に200日移動平均線もかぶってますのでここがまあ直近のターニングポイントになるということと、まあ、あのチャートパターンで言ってもまあダブルボトムですよね、えー、それのネックライン越えっていうのが8.6セント付近になるので、まあ、こ,の色なこの赤色のところをですね超えていくと 本格的にね底打ちそれからの反転そういったところがですね意識される相場環境になる可能性はあるんじゃないかなと思っていますということで今日はですね6通貨見ていきました市場やっぱり今のところはまあ強気かなっていう風に思う一方で FRB の高官たちはこの相場を見ながらよしよし上げてくれたとここでもう一回強気でいけるみたいなことを考えている可能性ももちろんなくはないですよねそういったところもまあ両面踏まえてやっぱり出口戦略それからまあ戦略ですねそういったところは非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますそこって確かに 1> 1回しかないんですけどこの底の相場というか、冬の相場ってまだね、続いていくと思ってますので、大底は取れないけれども、まだこの上昇っていうのは、今後の上昇を考えた時にね、誤差レベルですので、しっかりね、こういったところから積んでいくっていうことを意識していただければいいんじゃないかなというふうに思っています。ということで、今日の動画をここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。